鈴木啓司、この2人が上位の人気です。5秒を切りました。3秒前、第4レース準決勝戦 B スタートしました。ややばらついたスタート、小田が大きく遅れました。内目から岡本慎一トップスタート、センターから5番の木部、今日は好発進、相当から7番の鈴木啓司も好スタート。さあ一気に人気の面々が早くも上がってきた。2番の岡本が主張権ですが、5番の木部が2番手、7番の鈴木3番手、6番の石川4番手となりました。前の3台がほぼ並んでいます。2番の岡本がどこまで5番の木部を抑え込めるか。7番の鈴木啓司は外をぶん回しております。それを5番の木部が抵抗気味に行きます。先に先頭に達したい5番の木部、2番の岡本がそうはさせしと粘っています。6番の石川も圏内か。現在4番手、そこに猪熊が追いついてきている。残り4周回、ここで木部が岡本を飲み込んで一気に先頭か。内からは石川も上がってくるが、7番の鈴木2番手外からかわして上がっています。先頭木部、2番手が鈴木、人気両者がやはり抜け出してきました。3番手に6番の石川武彦と外枠勢上位独占しています。残りは3周回、4番手が4番猪熊龍太、先頭5番の木部京作、木部に7番の鈴木、ぴったりとマークしています。さあ一着勝負の準決勝戦 B、 7番の鈴木仕掛けるシーンがあるでしょうか。3番手以下はやや間隔が空いてきました。6番の石川の後ろ4番猪熊接近、残りは2周となっています。先頭5番の木部京作、この先頭の座何としても守り抜きたいところ。7番の鈴木啓司が2番手、まだ仕掛けるチャンスはなさそうか。3番手は差が広がりまして、6番の石川の後ろ4番の熊龍太、ブルーフラッグ残り1周回。たった一つのチケットを掴み取るのは木部か、それとも鈴木か。先頭2番手の間隔は3写真ぐらい。5番の木部京作先頭キープ、2番手が鈴木、人気両者のワンツーとなる。3番手6番の石川武彦に4番の熊接近する。5番木部京作1番乗り。相手は7番関口、5番の松尾、6番の柳井。ブルーランプが消えます。スタートまでは3秒前。第5レース準決勝戦 A スタートしました。関口がやや遅れ気味、左内から岡崎、センターから4番鈴木浩二ですが、ちょっと内枠勢の抵抗にあっている。その隙に外から柳井が行った。鈴木浩二はスタート行けませんでした。6番柳井が先に4番手上がっています。そのインコースに松尾がいます。そして4番鈴木浩二はやや序盤、これは苦しい展開か。関口がそこを捉える。どうした。4番の鈴木浩二がちょっと足元を気にしました。最後方に下がりました。先頭1番の岡崎、2番手が抜いた。その内側に3番の島田が入ってくるか。3番の島田健一がここで2番手を脅かそうとしています。4番の鈴木浩二はちょっと最後方に大きく置かれてしまいました。残り4周回、先頭が岡崎、さあ一転して波乱の様相です。抜いた2番手、3番手が島田健一、内枠の3人、今回ハンデが重くなっている3名が健闘。7番の関口がその3人に襲いかからんとしています。4番の鈴木浩二はどうやら競争を中止しています。先頭争いまだ分かりません。岡崎が粘っている。2番手が抜いた。3番手島田が関口をブロックしています。突っ張る3番の島田健一、島田が関口ブロッカー、前の2人が粘っている。残りは2周回です。大波乱となるのか。岡崎先頭、さあここで一向性と潜り込んでくる。島田をついに捉えました。関口が3番手へと上がっています。ここは唯一は1着2着が条件。岡崎が先頭。2014年6月以来のファイナルへ、ブルーフラッグ残り1周回、ちょっと内が空いている。関口が潜り込んでくる。2番手へと上がった。抜いたを捉えました。関口2番手、そして一気に先頭へと突き抜ける。関口先頭だ。2番手が岡崎、3番手2番の抜いた正一、関口が抜け出しました。ゴールイン。中原、岩本と人気は続きました。ブルーランプが消えています。スタートまでは3秒前。第6レース準決勝戦 A スタートしました。
内目からは宍戸、そして岩本コースタート、3番山崎スタート立ち遅れました。そして4番の産方も好位に上がっていく。産方の外から林も気合のスタート、一気に5番の林が行く、岩本の前まで5番の林俊明一気に行きました。木部京作が行けば俺も行くんだという、そういう気合が伝わってまいりました。5番の林2周目に入っています。さあ林、ただ飛走タイムは 4-1 とやや劣勢、そこに4番の産方が差を詰める。7番の中原が3番手となりました。まずはこの3名が上位に上がっています。2番の山本4番手、その後は6番の清岡雄一、現在は5番手中段、離れた後方に1番の篠、3番山崎最後方。さあ先頭5番の林がどこまで先頭を守り抜けるか。4番の産方正人が接近する。3番手中原はちょっとついていけないか。 2,3 番手距離がちょっと空いています。その後に2番の山本、6番の清岡が追走。残りは3周回、前の2人が高速を離しています。先頭5番の林俊明、林が先頭、4番の産方正人と2番手の位置変わりません。気力的には動き的には同じぐらいの感じに見えています。つかず離れず、4番産方、2番手、3番手中原も同様。残りは2周となりました。さあ5番の林、このまま先頭を守り抜くんでしょうか。4番産方が仕掛けの体勢に持ち込もうとするんですが、もう一歩届きません。3番手もこちらも車間が空いたまま、7番の中原、その後は2番の山本、6番の清岡と体勢に変化なく、ブルーフラッグを迎えました。どうやら5番の林、木部に続いてファイナルへと駒を進めそうか。4番産方正人、結局2番手のまま、3番手も中原と体勢に変化がありません。先頭5番林俊明、ここ1番速攻を決めて1着。優勝に王手をかけるか。ブルーランプが消えていきます。5秒前、3秒を切りました。7レース準決勝戦 A スタートしました。左右から片岡ポーンと行きました。遅れを取った4番の秋吉、そして6番の小林大輔最後方からです。外から横田が伸びていく。一気のかまし、横田がもう3番手に上がりました。1番の片岡逃げる。2番たらさい3台並んでいるが、2番の渡辺交代し、内から田中、外から横田、横田がスピードに乗っています。もう2番手、レースは2周目、序盤戦でキレをつけるか。スピードの違い、外からまくっていく7番の横田翔輝、1番の片岡も並ぶ間もなく捉えて一気にまくり切った先頭。早くも決着をつけたのは7番の横田翔輝、2番手1番の片岡、その内側狙った4番の秋吉が上がっています。そして3番の田中、内から6番の小林大輔も上がってまいりました。スタート劣勢だった4番秋吉も後継配で上がってくる。1番の片岡の外から4番の秋吉、並びかける、外からまくる4番秋吉、2番手と上がりました。1番片岡3番手交代し、6番の小林大輔も3番手と上がる勢い、残り3周切りました。先頭は完全に抜けて7番の横田、もう一つの椅子をめぐる戦いは4番の秋吉と6番の小林、この2人にどうやら絞られつつあります。残りは2周回です。さあ2番手は秋吉か小林か、インコースへと入ってくる6番の小林大輔、4番の秋吉を突破、唯一圏の2番手と6番の小林大輔が上がりました。4番の秋吉が3番手に下がっています。先頭7番の横田翔輝、後続を大きく離してブルーフラッグ、残りは1周回です。またしてもこのアフターファイブナイターで優勝を飾るんでしょうか。その優勝に王手をかける圧倒的な強さを見せつけています。2番手6番の小林がさばいて浮上、4番の秋吉が3番手、文句なし横田翔輝連勝ゴール。
10秒を切っています。スタートまで3秒前、アフターファイブナイター優勝戦スタートしました。インコースから岡崎、おお外から横田翔輝もいいスタートを切りました。さあ1コーナーでポジション取り注目でありますが、人気の1人横田翔輝早くも同伴勢を叩いて1番の岡崎周司までの飲み込む勢い。1周3コーナー先頭岡崎、アウトコースから横田翔輝やや滑っている、間を通りまして産方正人が2番手に上がりました。レースは2周回目に入っています。先頭は岡崎周司、岡崎が先頭であります。2番手から産方が並ぼうとしています。さあトップ争いはどうか、岡崎がしのいでいる。インコースから関口、インコースから関口、一気に前を伸び込む勢い。6番関口高弘でありますが、3番の産方正人がもう1回アウトコースから足を伸ばそうとしています。残りは4周回です。さあどうか、産方が抱いて回るようにして先頭を奪いようとしますが、6番の関口高弘も内側から一本を引かない競争であります。3番手は横田翔輝、そして外から4番の林も上位争い展開しています。先頭6番の関口高弘、関口が先頭、残りは3周回、食い下がる展開になります。3番の産方2番手の位置、3番手は4番の林俊明となっています。先頭6番の関口、勝利への道しるべをいち早く掴んだようであります。6番の関口が先頭だ、2番手産方、3番手4番林の体勢、残りは2周回。1周3コーナーでやや滑りました横田翔輝は現在4番手に甘んじています。先頭6番の関口、アドバンテージは3写真から4写真ぐらいに広がっています。2番手は3番産方正人、さらには4番の林俊明の順。4コーナーを立ち上がりまして、目の前ブルーフラッグ、ラスト1周回に突入しました。初日雨で勝利、そして昨日の準決勝もしっかり勝利でこの優勝戦に勝ち上がってまいりました。どうやらこれで3連勝、完全 V がもう目前に迫っている関口高弘、今最終コーナーを先頭でクリア。外から産方が攻めようとしますが、先頭6番の関口、2018年7月以来の優勝ゴール。序盤でうまくインコースから旋回捉えた関口高弘、通算3回目戻し金です。2連単は6番3番3390円、11番人気。2連勝複式は3番と6番の組860円、4番人気。3連単は6番3番4番1050円。注目の結果は